紀元前6世紀の諸民族とアンドロパゴイ人の位置。アンドロパゴイは古代ギリシャ時代に国海の北に住んでいた遊牧民。人肉を食すことで知られ、アンドロパゴイすなわち食人族と呼ばれる。言語系統の特殊性から現在のフィン人などの北方ウラル系諸民族と関連付けられる。アケメネス朝のダレオス一世はボスポラス海峡を渡って、 トラキア人を征服すると、続いて、北のスキタイを征服するべく、イストロス川を渡った。これを聞いたスキタイは、周辺の諸民族を急合して、ダレーオスに当たるべきだと考え、周辺所属に使者を送ったが、すでにタウロイ、アガテゥルソイ、ネウロイ、アンドロパゴイ、メランクライノイ、ゲロノイ、ブディノイ、サウロマタイの小族の王は会合し、対策を練っていた。スキタイの使者は、 所属が一致団結してペルシアに当たるため、スキタイに協力してほしいと要請した。しかし、所属の意見は二手に分かれ、スキタイに賛同したのは、ゲロノス王、ブディノイ王、サウロマタイ王のみであり、アンドロパゴイラソノタの所属は、スキタイの言うことは信用できないとし、協力を断った。こうして、すべての民族が同盟軍に加わらなかったため、スキタイは、 正面からの攻撃を諦め、焦土作戦によって、ペルシア軍を迎え撃つことにした。しかし、それでも同盟に参加しなかった所属に、協力してもらおうと、スキタイは、戦いの最中に、彼らの領地に侵入し、無理やり戦いに巻き込もうと考えた。そしてペルシア軍を、スキタイ領の奥地へ誘い込んだ、スキタイ連合軍はまず、メランクライノイの国に侵入して、これを拡乱させ、 次にアンドロッパゴイの国に誘導した。スキタイ軍とペルシア軍が押し寄せたことに驚いたアンドロパゴイ、和んを乱して、北の無人の荒野を目指して逃走した。こうして、スキタイ軍はペルシア軍に追われたまま、次々と同盟に参加しなかった所属の領地を荒らし回り、ペルシア軍を疲弊させることに一役買ってもらった。ヘロドトスの記録ではまず、スキタイ系ではないことを断言している。 そして言語も、独特の言語すなわち、スキタイ語ではないとされており、これについてルグランは、フィン系の言語としている。そして、何より、得意とされているのが、人肉を食すということである。上記の所属の中では唯一としているが、他に人肉を食す民族として、マッサゲタイやイッセドネス人などが挙げられる。マッサゲタイについては、その方がこの国にとって幸せな死に方としている。 現在のドナウ川、ありがとうございます。